江戸東京建物園は、失われてゆく江戸、東京の歴史的な建物を、移築保存し展示する目的で、東京都小金井市の都立小金井公園内に、設置された、野外博物館。東京都墨田区横網1-4-1にある、東京都江戸東京博物館の文館である。指定管理者制度により、公益財団法人東京都歴史文化財団が、管理。 運営を行っている。小金井公園には古代住居や江戸時代の農家を移築、展示する武蔵野郷土館があった。1954年1月14日の小金井公園開園時に井の頭恩師公園にあった武蔵野博物館を移転し開館したもので、光葉などの鍵や吉野家住宅などは当時からの施設である。 1991年12月に閉館した。1993年3月28日、江戸東京博物館の開館に合わせ、武蔵野郷土館を拡充する形で、江戸東京建物園として開園した。高い文化的価値がありながら、現地保存が困難となった江戸時代から昭和初期までの30棟の建造物を一区復元し展示している。 開園20周年となる2013年3月、最後の一棟となるデラランデ邸の一区復元が完成した。建築年代や建物が利用された用途に合わせて、室内の展示も行われており、その当時の生活文化が再現されている。宮崎駿監督の映画、千と千尋の神隠しの作画には、建物園の銭湯や下町の消華建築のデザインが参考にされた。 この園で2002年には、園内で、千と千尋の神隠し展と映画、千と千尋の神隠しの屋外上映会が開催された。建物園、シンボルキャラクターの江戸丸は、宮崎駿のデザインである。東ゾーン広場周辺園内は3つのゾーンに分けられ、西ゾーンは、武蔵野の農家と山の手の住宅、センターゾーンは、格式ある歴史的建造物が並び、 東ゾーンは下町の町並みが再現されている。東京都小金井市桜町3-7-1。ありがとうございます。